新島佐田十郎飯島巨神は、明治期日本の浮世絵研究者、美術史や、名は、藩、十郎、巨神と申す。江戸幕府都市、飯島禅蔵の長男として、江戸に生まれる。文久二年頃に、昌平校に学び、文久三年に、書物御用出役として、上海視察団に同行している。慶応二年頃に、騎兵差し図役並みに拝堅され、 鳴島し流北の敗下になる。この頃、増田隆、矢野次郎と共に三人で断髪し、長官から出席され再び蓄発したという逸話が残る。慶応四年の江戸会場に際して、江本竹明の江戸湾脱出に同行し、開店丸に上官し、仙台へ脱出。ここで父と弟に会い、共に函館戦争に参加。 明治2年の五稜郭陥落に伴い捕虜となり、翌年に赦免された。明治5年頃に、文部省編集局に入り教科書編集に従事。この時期に、大月助伝、大月文彦、中道隆、坂木原吉野らと知り合い、洋々社というサークルを結成式監視の編集も行う。なお、巨神の方は、友人の中村正直が名付けたもので、新約聖書。 マタイによる福音書の心の挙式者はサチナリによるという。明治33年には下屋城根岸に居住し、翌年に遺願により成居する。去年61。法名は聖寛院霊誉まで巨神古事。静岡県の最右京デらラに墓がある。ありがとうございます。